皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアエンブレムトラキア776続きをやってきますと言いながら、ちょっとこいつは誰にも撃てない。こいつは撃てるな。しかしロベルティングの進軍が遅れるっていうのがちょっと気になり嫌ですけどね。とりあえずこの平地か、このロプト兵は絶対倒したい。あわよくば捕らえたい。アルバ殺すことは簡単ですね。12ヤマルバ、8、あれ14、12、おう、なかなかきついな。そしたら8216倒せないけど、どうしたらいいかな。ショートランスがいいかな。ショートランスで12与えて、普通に鉄の槍でいいか。鉄の槍でプスプスして、プスプスして、こんなん避けないかんね。よし、あ、危ない。これリーフ届くんかな。ちょっと微妙ですけど、まあ、ここで乗って捕らえる鉄の槍。はい、捕らえました。ついでに。ケイン結構エースなんですよ。おお。いいぞ、これ全もう全然フィンより強いぞ、今の段階で。よし、届く。カリオンも多分手やり投げれるな。そしたらこいつは普通に倒そうか。リーフで弱らせて、おい、最低やな、リーフ。おお、そしたらアカリオンで乗って、人交換からの物交換からの奪って奪って、ソフィア解放軍して、でビノアンがやばいんですよね。とりあえずロベル、いや、ロベルト、ハルバン、ハルバンでやるか。ハルバン遅れても別に構わないので、ハルバンで、よし、当たらないで、それ。 OK、 ロベルトの進軍はちょっと急いだ方がいい。でここで、おお、そんなにもう遅いあれなのか。なんだ。でもどうせ多分湧いてからね、魔法が飛んでくるんですよ。カリスマ入れながら乗るリブローがあと1回なんですよね。リーフは多分これおとりとして機能するので、このままで大丈夫。ラーラとか危ない。
ペガサスが来ない限り多分リノアンは大丈夫だと思うので、ラーラー、モリラーラー、エダ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 、ちょっとおとりにしとく、この辺におとりにしとったら多分ペガサスとか釣れないかな。そういう期待を抱きつつちょっとこの辺で様子見って感じかな。湧くでしょ、湧かないのか、あ、湧かないんだ、あぶねえそうか、湧かないんだ。じゃあ枝で、枝3つで倒す。これ山に下ろされるけど多分ピョンって出ますよね。山には下ろされないはず、おそらく。あ、よしよしよし、なるほど。 OKOKOK で、そしたらちょっと怖いな、ターラ市民。どうしよう、担いだ方がいい。担いだとしてもな、わざとさらわせて弱ったところをハルバンで打ち取るとかの方が多分理にはかなってると思うので、ちょっとハルバンはもう後ろ守り担当で歩兵だし、いちいち降りる必要はないので、そういう感じでちょっと向かっていこうか。でリーフがやばいと、リーフがやばいで、こっちまで来て、松明使ってあ、ちょっアイヒマン、マーシナリー、そうですか、体格16、フェンリル1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そうか、四つムーン、四つムーン、四つムーン。そしたらリーフの位置ちょっと危ないので、なんか別のやつに、誰がいいかな、かといって誰がいいかっていうと、そういないんですけどね、関節持ちいないんですけど、掘ったフェンリル1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、リーフの3つ上か、3つ上から範囲なので、なるほど、ちょっとじゃあ、でも上の方は多分下から多分湧くことはそこまでないんじゃないかな、一旦待ってるから。ナンナのカリスマ支援で多分いい感じに避けてくれると思うので、それかリノアンに振らせる、あー無理か、ナンナでライブして、全然ですね、はい、もう相変わらず本当に成長が終わってますけど、もう来てリノアンちょっと怖いな、森ノアンして、HP22 じゃちょっと心もとないね。ああ、ちょっと、ラーラとか本当にワンパンで死ぬから気をつけないと。この辺行って、この辺行って、この辺行って、マリータもできれば、モリータにしたいけど、ベルティング、乗る、大器。うわー、来た！来たけど大丈夫でしょ？これカリスマでそこそこ避けられる。よし。
なんじゃ。はい、いけ。このペガサスは、よしよしよし。ああ、結構来てますね。マリータ。マリータでとどめさせたいな。で、こいつシレジア10か。1足りないのか。1足りないのでキラーランスを使う。なんかもったいないですけどね。でもしょうがないね。ここはのさばらしにしとこうが危ないので、キラーランス、キラーランスとか割り切って使っていこう。よし、エダの成長のためよ。まあこの辺でちょっと様子見ながらで、うまい具合にマリータトライルだとどんな感じかな。高速3、あートライルよりやっぱとどめさせた方がいい。捉えたところで四つ分ガンドだから別にいいか。なのでケインで、ケインじゃなくていい、アルバでいいな。アルバショートランスで55を与えて10 16 16。マリータどう、16 12。倒せない、倒せない。鉄の槍だと14 14 12。あ、いけるな。じゃあ鉄の槍でアルバでいく。よしよしよし、こんなん当たったら困るよ。はあいいでしょう。どうよ。あ、いいね、地区。ビルド。ビルドいいね。ビルド上がるね。ビルド上がるなら、まあ、全然いいでしょう。で、ここにロベルト置きたいな。ライブするでしょ。で置いとくでしょ。で、でリノアンが、マリータが危ないので、マリータこっち、ちょっとモリータ、あーこっちかな、こっちで物交換。で、ライブ受け取って、ライブ受け取って、ライブで、マリータ回復するでしょ？ほんと、なんか杖取られたのすごいなんか悔しいな。回復する。リノアンでもちゃんと育てたいんですけどね。どこまでいけるかっていう。ここまでは確か大丈夫だったので、ここやね。鉄の弓装備、ロベルティングで、ここかな。よし。で、このフェンリルは入るけど、問題なし。カリオンで、
カリオンでここラーラ守る、ハルバンこっち、まあ、こんなところかな。来ない。来た。よしよしよし。増援はいなかった。はい、避ける、避ける。それは大丈夫。はい、避ける。で、フェンリルも来るでしょ。来た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 。50。そう。ああ、懐かしいなこの音、フェンリル。いやー、どうしましょうか。うわ、ちょちょちょ、怖っ。リーフとりあえずこっちで7、12、まあ、弱らせる。いやー、なんで当たるん。いや、しかもなんでとどめさすん、もうおかしい、おかしい。これは12、マリータ鉄の剣、マリータかな、マリータで行くしかないな。マリータで行って救出して戻ろう。当たらないで。オッケー。当然こんな。速さ早々にカウンスト。力と守備が欲しいな。前線に立つ者として。結構ね、ヘタレ成長3回4回ぐらいあったからね。で、リーフはもうこれしょうがないな。まず回復すべきは、あれ？あ、ロベルトか。ロベルト自力回復かな。ロベルト自力回復。あ、ちょっと待ってよ。ナンナ、あ、魔力7あるから大丈夫か。じゃ、ナンナで、ナンナリーフコンビでカリスマかけつつ、回復、フェンリル当たっても大丈夫なので、回復しよう。あ、ギリギリですね、これ。あ、でも大丈夫でしょう。で、マリータ危ないから、担いで、人交換で、下ろして、リノアンでライブスルー。あ、リノアニメ切るの忘れてた。よし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 。いや、なかなかきついですな。あ、入らないのか。そうか、入ってほしかったけど。おお、あ、来た。
そっから湧いてるのか。はい、リバープ。そっち。魔女を思い出しますね。なんか外伝のね。いやー、避けて。よし、いいぞ。なんだと。まあこいつらごとき多分いけるでしょう。おー、ちょっと危ないぞ、危ないぞ。この2はマリータでいける、マリータでいける。でカリオン剣アルバ、アルバ、あー待って待ってよ、カルバンで、カルバンで倒すしかないですね。必殺15って怖すぎるやろ。なんマジ平地か。カリオンで弱らせられるか、弱らせられる感じじゃないな。倒しちゃうな。やっぱケインとかか。ケインで、ケインも弱らせられる感じじゃない。アルバか。位置足りない。する必要ないか。倒せるなら倒しとこうか。ケインで倒す。避ける。オッケー。でロベルト、ロベルティングで、いやー怖いですね。でもロベルトでとどめさせたいから、ハルバンで鉄の斧で、いやー怖いね。怖いけどもこれいく、あっ、いや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 、レベル1なのにめっちゃ入りますね。いいぞ、守備いいぞ。ロベルト強くなるぞ。力もうちょっと欲しいけど。ここでしょ。でリノアンで、待てよ、リノアンかな。リノアンでライブ、具合でしょうか。でフェンリルを枯らさないかんので、いやフェンリルをこの一歩右で枯らそうか。回復しながらって感じで、っていう具合ですね。